ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日も島パトに行ってまいりました。はい、今回もふなっぴーの大好きなぽっちゃりアラサーひなさんのひなスタイルのこだわりの詰まった新商品購入してまいりました。はい、それがこちらでございます。結構長いんでございますね、パンツだからね。はい、インタックワイドパンツでございます。商品情報はこちらでね。カラーバリエーションは中白オフホワイトでございますね。このオフホワイト一色でございます。お値段は税込み2189円。素材はポリエステル 65% 綿 35% のストレッチ性はございませんが、しっかりとしたデニム生地となっております。ハイウエストにベルトループ、そしてフェイクボタン、両サイドにポケットがついていて、ヒップにもポケットがついてございます。オフホワイトにブラックのステッチがいいアクセントとなっております。そしてひなさんのタグの裏にはこだわりのポイント、ん、ない、これは大変忘れられてしまったんでございますがね。というわけでふなぴーがここがいいよって言ったポイントを紹介したいと思います。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。待ってます。ではこちらひなさんのひなスタイルのインタックワイドパンツでコーディネートしてみたいと思います。トップスはひなさんのペプラムブラウスに、足元はベージュのパンプスに黒のバッグで、毎日が快適デニムですっきり見えするモノマネコーデをしてみました。はい、そして今回購入したこちらひなさんのひなスタイルのインタックワイドパンツでございますわね。ちょっとブラウスを中にインして着用してみますわね、不本意ながらね。はい、このようにトップスをインして、164センチのフナピーが 3L サイズを着たらこんな感じ。パンツは挑戦しづらいホワイトかもしれませんが、冬の重たい印象を回避してくれます。そして今回はフナピーがここがいいのよポイント、まずはワン、ゆったりとしたワイドストレートパンツで、ヒップや太もものラインや肉感を拾いにくい。ほら、こんな風にね、全然ね、ヒップのあたりも拾っておりませんことよ。次は2、ウエスト前はフラットで、後ろはゴムで、ポッコリお腹も楽ちんね。フェイクボタンだからスポッと履けるので、ファスナーでうーググって言わないので楽ちんでございます。次は3、ぽっこりお腹やヒップがすっぽり入るハイウエストで、股上の気になる Y 字ラインが気にならないでございましょう。最後の4、ステッチの入ったデニムでオールシーズン着用できます。はい、そして残念な点が
ございます。これはフナピーのポッコリお腹のせいなんですけどね、こんな感じでまったり座ってしまうとポッコリお腹が目立ってしまいました。はい、こんな感じで、はい、フナピーとしてはキラーさんのこだわりのポイントがね気になるところでしたが、フナピーのここがいいのよポイントを紹介させていただきました。そこを皆さんが突っ込んだり突っ込まなかったりしてコメントをしていただけると嬉しいです。では次行ってみましょう。トップスはひなさんと太陽さんの白プリントロゴ T シャツに、足元は太陽さんのスパンコールサンダルに、持ってるバッグはひなさんのお肌巾着で遠出してみました。まだまだ暑い日が続く中、一番最初に思いついたのがこのコーデでございました。ロゴやサンダル、バッグのシルバーをリンクさせた、今すぐこれで歩きたい今旬コーデでございます。では次行ってみましょう。トップスはユニクロのスフレヤーンハイネックセーターに、足元はひなさんと太陽さんの厚底スニーカーに、コーチのバッグでコーデしてみました。パステルカラーのニットとオフホワイトのパンツで、冬の空気に馴染む爽やかなコーデにしてみました。バッグはアクセサリー感覚で持つのもよろしいございますわよね。今回はひなさんのひなスタイルのインタックワイドパンツでコーデいたしました。秋のスッキリ見えモノマネコーデ、今旬コーデ、冬の空気になじむ爽やかコーデ、さてフナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。やっぱりこのコーデには勝てん。はい、これでフナピーのリモパソ&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。いくわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。フナピーはグーを出しましたわよ。最後は違うな、違うな、最後は最後のがいいな、最後のがね。あら、ごめんなさいね奥様。暑い暑い、非常に暑い。もうすぐ抜きたい、今すぐ抜きたい。